はい、こんにちは、マイチャンネル前原です。今日はこちらですね、エボログのスマートフォン対応の手袋になります。去年ね、アスキーについてきたあのスマートフォン対応の手袋、あれ洗っちゃったらね、ものすごくちっちゃくなっちゃって、全然使えなくなっちゃったんですよ。まあおまけだからね、しょうがないけど、今回はちゃんとしたものをちょっと購入してみました。こんなね、おしゃれなケースに入ってる手袋なんて買うの私初めてなんですけどね、ちょっと開けてみたいと思います。こんな感じの手袋ですね。ちょっと実際つけて触ってみますね。あ、これあったかいな。中がフリース状になってて、すごくあったかい作りになってます。これいいな、これからの季節これすごく良さそうですよ。実際にね、 iPhone 触ってみたいと思います。これが人差し指でしょ、親指も動くよね、中指も動く、薬指は、やっぱ薬指は対応してないだな、小指も無理。この3本がタッチに対応しているみたいですね。まあ外でね、 iPad とか使わないので、私スマートフォンまあ3本あれば十分にこれでこと足りるんではないでしょうか。どうしてもね、あのスマートフォン対応の手袋っていうのは、このね、指先の色が変わってるもの多いですよね。なんでこういったね、デザインだとちょっとそれもカモフラージュできていいですよね。いやー、これあったかいわ、本当にあったかいです。明日からつけていくのが楽しみだな。はい、ちなみにここにもエボルグというロゴが入っています。はい、ということで、これからの季節とっても頼りになるこのスマートフォン用の手袋、エボルグの手袋でした。